博多阪急6階メンズスタイリストサービスからネクタイの結び方セミウィンザーノットをご紹介します。セミウィンザーノットは結び目が左右均等な逆三角形になるビジネススタイルにぴったりの結び方です。シャツはレギュラーカラーからワイドカラーのシャツにしましょう。ネクタイは一般のものより幅が広いものにするとノットが大きくなりすぎるので注意してください。まずシャツの襟を立て、一番上のボタンを必ず留めてください。台肩が自分の左側に来るようにネクタイを首にかけます。次に台肩を小肩の上に交差するように重ね、小肩の下にくぐらせ、首元の上から通します。通したら締め、台肩が首元の上を横切るように右側に置きます。右側の首元の下から台肩を通し結び目を作ります。逆三角形の結び目に台肩の先を通します。小肩を押さえ、台肩の先を下へ引っ張りながら結び目を締めます。結び目を襟元まで上げて位置と形を整えます。これで完成です。もう一度、今度は鏡越しにセミウィンザーノットを作ります。皆様もご一緒に鏡の前で結んでみてください。6階メンズスタイリストサービスではネクタイの結び方以外にもチーフの刺し方などもお教えしております。皆様のお越しをお待ちしております。